こんにちは。今日は皆様に折り入ってお願いがあって動画をアップします。今日は2022年の2月の26か7ぐらいかなっていう感じですが、おかげさまでこのチャンネルも、去年12月、去年やね、だから去年の年末にやったかな。めでたく1000人をね、チャンネル登録していただいた方が1000人を超えまして、で、それからね、今日で100人ぐらい増えてね、1100人ぐらいに今なってるんですよね。1000人を超えるとなんか早いなっていう感じですね。それで、もっともっとね、せっかく私のこのチャンネルの動画は全部無料でやってるんで、見放題ね。なんで、もっとたくさんの人に知っていただきたいなって、このチャンネルのことをね。で、チャンネル登録していただければありがたいなということと、もう一個は、おかげさまでね、オンラインのレッスン、まあオンラインに限らず、私京都ですから、京都の人はね、実際にうちに来てレッスンしてますが、オンライン、それからね、普通のそういう対面のレッスンに限らず、もっともっとね、生徒さん増えたら嬉しいなと。特にオンラインってね、ほんまにやってみると面白くて、なんか京都で、僕が京都にいてね、その相手の人が北海道にいるとかね、九州にいるとか、なんか窓から見える景色だけ見てても、雪景色があればね、そうじゃない、あったかそうなとこもあったりとかね、なかなかそういう意味でも面白くてね、もう頑張ってやってますんで、私自身もね。で、何のお願いか言うとね、こういうちょっとこの写真見かけたことある方は、ちょっと光ってちょっとこのあれでは見にくいですかも分からんけど、要はね、これ YouTube の、チャンネルのご紹介とお願いしますということと、それから下の方にはね、生徒募集中とかね、オカリナの、いうような、まあ宣伝のチラシです。 YouTube と生徒募集してるっていうね、これ私ですよ、これね、コスプレ 奥さんと一緒に写ってますが、これ奥さんと一緒に写ってるけど、このチラシに別に奥さんはあんまり関係ないので 内容はね、それはまあちょっと置いといて、ということで、このチラシを例えば、その皆さんで、なんかどっかサークルで集まってオカリナやってるとか、まあサークルと言わなくても、そのね、4、5人で集まって、一緒に練習してんやっていう人を言い張ったら、ぜひ、そういう方にもね、このチャンネルのこと、ね、私が生徒募集して、オンラインね、生徒募集してますっていうことを、こう伝えていただければありがたいと思いますんで、もし、いいよっていう方は、この画像ファイルでね、メールかなんかに添付して送ることも可能ですが、これも何枚か印刷をね、何枚かっていうか、まあ結構そこそこしたんで、これその、この紙のままね、そのままご希望される方には、郵便で送りますんで、ぜひね、お知り合いの方にこう、ばらまいていただければありがたいなというのが、今日のお知らせ、お願いです。ね、もしできたら、メールでかなんかでね、連絡してくだされば、住所を教えていただければお送りしますので、もちろんお金は取りませんのでね、ぜひ、ご検討ください。以上です。いいでしょう、これオカリナ持ってるの分かりますか、これ。ね、持ってるんです、一応。ということで、よろしく。